こんにちは。ごきげんよう。スイッチ拡張機能、チャットボタンをカテゴリー分けに対応しました。これにより、ライトボットとの連携や BGM リクエストも可能となりました。実際に使ってみます。ミッション開始。ユーザー、チャットボタンをモデレーターに追加することで曲のスキップなどもできるようになります。あれ、もういっちょ。スキップコマンドが実行され、次の曲になりました。ボタン表示名と実際に投稿される文を細かく設定できるようにもしました。以上です。いろいろ工夫して面白い配信が増えてくれることを願っています。